ますか？見えてます？反応が、だから反応がないって言われました。倫理を学ぶ、簡単に言っちゃうと倫理を学ぶ。いや、倫理とは何だ、それが説明なんだ。東京ですかね、東京の時の心構えみたいなものを学ぶ。エコさん喋れないのかな、簡単に言っちゃったら。喋れないの、モラルとかそういったところの部分ね。簡単に言えばそういうものなんですけど、すよ、何も喋るといくらでも喋れるけど、あの一度見に来てもらうのが早いです。エコさん今日東京、まあ、あの朝礼とかものすごい。エコさん聞こえる？で、あの非常にエコさん、朝起き、エコさん、エコさん聞こえますか？通常の回はエコさん、エコさん、6時からですから。エコさん、だからそれは朝やってるだけ。今じゃ夜ですからね。夜も聞こえてないみたい。万人幸福のしおりっていうね、あの冊子があって、それを毎回毎回、あの回、朝の回の時に臨読する。エコさん、やだ、困っちゃう、困っちゃうよ。これはね、あの丸山俊夫さん、丸山俊夫さんって言って、もう亡くなられてますけど、もう今3代目になってます。おーい。で、丸山俊夫さんがその終戦後、まもなくあの日本が荒廃してる、なんか会に出てる、ね、で、そのやっぱり人々の心も荒廃してるということで、これを何とかしなきゃいけないっていうことで、エコさん喋ってください。毎日朝早く、ちょっと待って、喋らないと起きちゃう。毎日朝早く起きるっていうのを、あの倫理法人会とは別に、あの、なんだ、倫理研究所、どっちが先です？これが先です。で、あのどちらかというと女性がやっぱりしたいなって言って、奥様がしたいなって、そして毎日毎日朝5時に行って、そっちは毎日、毎日です、土日も含めて毎日朝5時に集まって、そして勉強していくっていうのがあって、それがずっと、あのこれが主体だったんですけど、やっぱり何人かこう経営者が主体の会に入っていって、その教えそのものが経営にもぴったりあると。で、倫理経営って非常に重要だと。で、何でもかんでもその金が儲かるからあのやったらいいかっていうと、そうではないじゃないですか。で、そういうところにきちっとディシプリンっていうか、あのしつけっていうか、倫理っていうか、まあそういったものが必要だろうっていうことで、倫理法人会を、立ち上げられた。で、それが、もう今から、30年前ぐらいかな。そうですね。ね、うん、で、立ち上げられて、そして倫理法人会の場合は、毎日はやっぱり経営者の方について、週に1回。で、6時ぐらいに集まるという形で、これが全国だーって中にはどっかで必ず集まったら毎日出てらっしゃるっちゃうまあもちろん、ね、家庭倫理の会が、家庭倫理の会がね、あの毎日やってるんですけど、家庭倫理の会は5時にやって、そして6時には倫理法人会出てるっていう経営者もいる。そこが拠点。私はあの昔をやって、基本的には私が静岡でやってる授業と名古屋の授業、ちょっと切り離しはしたかった。名古屋はまあ、あのよろしかったら、あの皆さんオブザーバーで、オブザーバー無料ですから、あの行かれるといいでしょう。あの入会しなくても全然朝来るのは、うん、で、全然から来ていただいて、いろんな、ね、経営者の方がね、あの講話に講話っていうかな、講話です、講話です、講話で講話に来られるので、で面白い経営者が、特に東京だと面白い経営者がいらっしゃるので、あのその人を見当てでまずは行ってます。最初はトコさんっていうか、で最初はあのそれがタダで聞けるんで、わこれもう来た、もう来たって、私も行ってたんですよ。オブザーバー1年半続きました。これだけをやってらっしゃるのかなとか、よく分かんなかったんですけど、フェイスブックを見れば分かるんですけど、だんだんあれちょっと違うな、更新してるんで、それよりもむしろ朝早く行くこと自体に、ね、意味があるっていうふうにしてました。そう、私ちょっと興味あって行きたいなと思ってたのが、たまにやりますよ。時間を切り売りして今さん行ってらっしゃると思うので、生活習慣を作るってこと自体どんな意味があるかなっていうのは、当然頭ではなってる以上、この間なんか体で分かるには講座をやられてたんですね。で、その講座の内容が、それがどういう効果をもたらすか、やっぱり自分で経験しないと、他の人とちょっと差をつけて売り上げを伸ばそうっていう内容、これ一遍喋ることとか、あの物がないものを探すのが、なんかちょっと響いたりとかしたら難しいぐらい、そうです、そうです、ここで永遠と言ってもしょうがない、そう、しょうがないですね。
ね、やっぱりやってて、僕がちょっとなんか行ってみようかなと思ったりね、価格競争にしたら、あの特別な体力だけこんなのありますってぐらいのご案内はさせておこうかなつけるため、私僕なんか IT の人間ですから、いろいろもう徹夜も当たり前だし、で徹夜のためにも当たり前だし、朝4時ぐらいまで飲んでる普通の経験から来て、その人間をわざわざ誘った人間も誘った人間だと思いますけど、だからそんな人間でも朝行ってみて、割と違うなって。でそんな人間がその3年ぐらいの間に、ネットショップです。ネットショップ。一からネットショップやる。なの朝。本当に行きたかった。またやりますか。蹴るわけねえだろ。蹴るわけねえだろ。ネットショップって、今結構流行ってるけど、ここは売れるけどこっちは売れないみたいなのが作家さんの中ですごいあって、やっぱりそれはねやってみられると皆さん商材次第なんですよ。こんなに喋ってもしょうがない。こんなもんだろうな。使うものによって例えばここは売れるけどここはちょっといまいち。だから中のサイトが悪いわけじゃない。このしおりを見るだけでも。なんて出てないみたいな。そういう話をしてください。そうだよね。この仮面は、ね、そうでしょ。そう、スーパーに売ってても、もう売れないじゃないですか。面白くない人いるかもしれない。いや、一回目に止まる率は少ない。それを読んだけど、それと同じことなんですよね。ネットもここのサイトでそれ出しても、あんまりすごいこと書いてる。手間だけかかってもったいない。簡単なことなんだけど、だからやるとなるとやりにくい。いろいろ試したんそうなんですね。まあということでよろしくお願いします。でもそうここがいいっていうのはないんですよね。自分が売りたいっていう商品が合う合わないで方向性で選んでいくってことですね。すごいためになる。すいません、その詳しいこと細かいこう聞こえてるか進め方っていうのを教えてください。そうです、まああと声を声が来たかな。あ、声が来た。エコさん、エコさん。今。エコさんこんにちは。こんな感じです。こんにちは。エコさん。これ実は焼津でやってます。嘘嘘嘘。冗談です。冗談です。でやってます。今どこにいらっしゃるんですか。今焼津です。あ、そうそうそうです。冗談です。長田町です。長田町？長田町です。あ、本当に長田町なんですか。本当に長田町です。本当。本当に長田です。何をしてらっしゃるんですか。地球何も聞いてないんですけど、教えてください。この真ん中の綺麗な方は吹きガラスの工房をされてるんです。焼津の港の方ですか。ちょっと画面が小さくて見えないんですけど。この真ん中の女性が。真ん中の女性が焼津で吹きガラスの工房をされてて。そうなんですか、吹きガラスのね。ほんでまあ番組をこうやって、まあ、30分番組を持っていただいて、結局静岡は例えばテレビ局とか、まあ、新聞社もラジオ局もありますよね。で焼津は津波が来るっていう割には情報発信源がないってことで、あそれで焼津テレビっていうのを3年ぐらい前に立ち上げて、こうやってパーソナリティを、まあ喋り好きのおばさんみたいなのがいっぱい多い。喋り好きのおばさんなんて言われてますよ。喋り好きのおばさんなんて。大丈夫なんですか。喋り好きのおばさん。引っ張らしでいいんですか。この方がね、なんとさん。何のビジネス。山本さん。あ、すみません。青木さんって言って、まあスーパープロデューサーって言ってます。スーパープロデューサー。こんにちは。はじめまして。青木さん。こんな感じで、今番組もだらだらやるんですけど、これを4時から8時半まで、9番組毎週。でまあイベントされてる方とか、まあ、出演してる方が、まあ、来ていただいてゲストに。なるほど。で自己紹介して、まあ、いろんな話をしてっていう形で。ちょっと招待会の方じゃ解説しといた方がいいですか。そうですね。頭でね。お願いします。はい。東京ビジネス招待会って名前で毎週月曜日夕方の5時からいろんな経営者の方々がお見えになって招待会ですから自分の PR をされる。っていう会そうなんですね。で、はい、参加費無料なんですよ。はい。で実はここの会議室は、まあ、私の弊社株式会社アイクリエイティブと言いますけど、もともと静岡の三島で起業した会社なんですけど、うん、今沼津が本社 で永田町に事務所を構えて、で静岡草薙の駅前に不登校の学校もやっています。あ、知ってます。私名前があとアビニオンスクールって名前で。アビニオンスクール。なんか土曜日知ってます。
土曜日と、ね、発達障害の子を経営してもう15年やってますけど、その経営者です、私が。あ、そうなんですね、はじめまして。鈴木勝弘と言いますけどね。はい。で、今から2年ぐらい前にこの東京ビジネス商談会ってもともと品川でやってたんですけど、弊社が永田町にこういう事務所を構えたので、昨年で永田町に移して、で毎週月曜日っていう形でやるのがいいなと思ったもんですから、で毎週月曜日同じ場所で必ずやると、そうするといちいち案内しなくても皆さん来られるじゃないですか。そこに今日はエコさんがいてらっしゃるんですね。そうなんですよ、一応。お邪魔します。という回です。じゃあ、この後、彼にいろいろ PR してもらえますか。待って、アビニオンスクールは草薙のどこですかって聞いてます。草薙のね、駅前なんで、JR の草薙の駅前の、警察、交番がありますよね。交番草薙駅の、南口か。南口に交番があるじゃないですか。左側に行くと。わかります？ね、パチンコ屋がありますよね。パチンコ屋ありますね。ありますよね。で、パチンコ屋のあの建物のひだグループっていう会社が持って、ひださんが持ってますけど、あそこの3階です。あのビルですか。あのビル の、ね、あの階段上がっていくと3階にエムネットあるんです。わかりました。花の前があるとこか。あ、はい、花の前の上。花の前の上ですか。そうです、花の前の上です。パチンコ屋と飲み屋の上に不登校の高校があるっていうのは最高の環境ですよね。僕は地近所なんで。もう今あそこに30名うちの高校生が在籍してます。で、うち高校の卒業率は 97% ぐらいなんで、結構ほとんど皆さん高校卒業されてきますけど、なかなか不登校でね、普段なかなか大変な子たちが多いんですけど、皆さんうちの学校には通ってこられる結構楽しくやってます。もしご興味があれば覗かせてください。顔を覗かせてください。遊びに来てください。はい、結構 いろんな生徒いますからですよね。週末はその発達障害さんのお子さんとか来ていらっしゃるんですよね、確か。週末だけではないです。本当ですか。毎日来てますよ。土曜スクールとかあるんじゃないですか。土曜スクールもありますけど、ね、ありますよね。平日もずっとアビデオスクールは。はい、ぜひ興味ある方はぜひ、特に発達障害の子たちがどうやって教育を、やっていくのがいいか、勉強自分で勉強していくのがいいかっていうやり方は、うちのスタッフは15年前からやってますから、結構もう長くやってるので、その辺はいろんなノウハウがあります。もしそういうことに興味がある方はいらしてください。はい、ぜひぜひ。どうしたの？焼津テレビに問い合わせれば。焼津テレビ初めて杉山さんのおかげで今回知りましたんで、はい、ぜひお近くにいらっしゃいますから、はい、いらしていただければ、はい、はい、いいですか、こんな感じで。はい、ありがとうございます。じゃあ杉山さんにバトンタッチします。はい、はい、エコさん、もし何かアピールしたい方、もしよかったらちょっと一言ずつでも言っていただいてもいいですか。いらっしゃれば。もうちょっとあります。いいですか。いいですか。いいですか。すみません。はい、今日はこの子はあれなんですよ。大ちゃんって言ってね、ミュージシャンなんですけど。マジシャンとか。あ、マジシャンいいですね。山さんっていうマジシャンなんかも番組だったりとか、あと今この子は大ちゃんって言ってね、ギターでシンガーソングライターとか、こういう子供さんたち、子供さんとかもないか、こういう子たちも MC になってくださって、友達呼んできたりとか、もう3年やってますんでね、で毎週9番組ですから、蓄積はものすごいんですよね。で今やっと YouTube は主流になってきて、でも3年前からやってますから、ね、ですからね、なかなかその数的にはその番組数と、ヤイズはひらがな、ヤイズはひらがなで CD で検索していただければ全部残ってますので、ヤイズテレビがあることによってやっぱりヤイズの街だと変わって、ヤイズの街っていうよりも最近見てて思うんですよね。以前声優さんだったりとか俳優さんだったりとかして、マスメディアが強かった時代がありますよね。そういうところが
テレビの取材来ることによっていろんな宣伝効果があってっていうのを自分の体で分かってらっしゃる方っていらっしゃいますよね。僕らよりもちょっと上ぐらいの、そういう方が今取材が来ないわけです。ね、で来たとしても夕方の番組なんでこのぐらいにやる番組ってありますよね。静岡の各社内容ってみんな同じような感じで、じゃあ見させていただきます。そう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 、で以前高城テレビって僕やってた時にその取材の依頼があったんですけど、その方が結局ね、ゲッターなんです。そうですよね、今しゃべって Facebook やってない、Twitter やってない。エコさん、はい、すいません、今日私のゲストさんなんですけど、はい、すごい方なんです。これわかります？わかりません。本物のベネチアから取り寄せたマスクなんですけど、わかります？こういうのを買い付けして販売している方、小次郎由美さんって言うんですけど、はい、じゃあよろしくお願いします。東京のビジネス商談会に来てください。また東京のビジネス商談会、東京ビジネス商談会参加費無料ですから。ありがとうございます。本社名古屋にあるそうです。一緒に来ればいいんだよね、杉山さん。そうですね、今度バス借り切って団体で団体さんに来てください。永田町の方に一度伺いたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ皆さん楽しい方で、楽しい、面白いですよ。面白いです。ぜひぜひ。名古屋が1階にね、1階にあのカレー屋さん、ものすごい美味しいカレー屋さんありますから、ね、これもなかなかカレー好きにも、カレー好きにも今日もあるんですか、カレーは。もちろん。あ、今日もこの後ありますんでね、まだ八重洲から新幹線に乗ってくればね、間に合います、ね、間に合う今からいいかもしれない。時間ありますから、十分間に合う。間に合わないよ。カレーを。エコさん泊まりなんですか今日？今日町田泊まります。町田に。あ、いいね、遊ぶんだね。遊ばないですよ、真面目に。朝も明日早いので遊ばないですよ、そんな暗くならなくても。すごいですよ、名古屋が本社で、すごい、精力的なんです。またぜひ、じゃあぜひ東京にも、東京にもね、永田、本当に国会議事堂もすぐですし、おー、すごいですね、いい立地ですね。国立劇場のすぐそばなんでね。あ、そうなんですか。ちょっと覗けば、皇居っていうところですもんね。皇居も見えます。皇居見えますんでね、ここは。すごい、いいところにエコさんいるんですね、今。ぜひ、田舎もは社会科見学に来ていただいて。ありがとうございます。なんか皇居、いいじゃないですか、パワースポットで。皇居からね、迎賓館からすべて近くにありますので、ね。あれがあります、ヤフーの本社も。もうすぐ裏ですからね、ヤフーの本社が。もう世界の中心がここになってきますんで、ね、そうですね、本当に世界の中心。一応ね、4月の末に行きますよ、東京。あ、その時に、その時遊びに月曜日来てください、5時から。ありがとうございます。月曜日の何時からでしたっけ？5時、夕方の5時、5時からなんで、5時に間に合わなくても、7時半ぐらいまでやってますから。だからその時間で来ていただければ、まあ、もちろん7時半過ぎは今度は下のカレー屋さんで飲みながらやってますから。ぜひ、カレーじゃない時もありますけど、楽しくやってます。ぜひいらしてください、ありがとうございます。お次郎さん、伺います、はい、ありがとうございます。じゃあ来週待ってます。来週になっちゃった。来週になっちゃった。今日確か今から帰るんですよね。そうです今日帰るっていう言い方おかしいか、今から一回名古屋行って、まだ名古屋、特にもう名古屋からも来てくださったりとか、割と最近は知名度が上がって名古屋から。ですから非常に面白い。また帰ってですから、これからもライブ配信するか。そうですね、もしよければこのライブ配信にしていただいて、水曜日にまた静岡でちょっと用事があるので、それでやっぱ取材に来ても結局お勝利相手だから、そういう情報がないっていうふうな言い方しちゃうんですよね。喋っててもいい、余計にどんどん視聴者が入ってきますよね。次のイベントってどこに、どんどん突っ込んで喋って、なんで全然効果なんかないですよ。次は近々だと思う。静岡なんかもう疲弊してますよ。4月7、28、29日に東京の、エコさん、エコさんサイトのホビーショー、東京行くってこと？だからその結末？あ、そうです、そうです。エコさん、エコさん、エコさん、はい、はい、エコさん、4月の27、28、29、はい、東京のビッグサイトでやるホビーショーに、はい、おじろさん出ます。あ、これじゃあ東京ですね、ビッグサイトですね、ビッグサイト、ホビーショー、ホビーショーに行けば会えるんですね。あ、ベニチア の仮面が見れるんですね。見れます。もし東京の方で、資料かなんか送ってくださいね。かぶって、
おじゅうさんいます。この資料かなんかもし仮面を持ってきます。あとベネチアのガラスのアクセサリーも。ビッグサイズ東京で見れるってことですね。はい。このアクセサリーも持ってきます。いきますよ。このいつ何に使うんですかって。そうです。ん？この仮面はいつ何に使うんですか。それはあの人次第ですね。その人使いようはその人次第。その人次第で。いろんなものに。っていうか昔聞いた話だとその貴族がその平民と知り合いになるときに仮面をかぶって誰か分かんないようにしてそれでまあ晩餐会やったとかっていう時のためにつけたとかっていう話ですよね。身分を隠してね、そういうことですね。そうですね、合ってますね。そうそう、ベネチアのお祭りのマスクです。そうですね、いろんではないでしょうね。よっぽど怪しいパーティーを、ね、怪しいエッセンパーティーなんか使いそうですよね、日本だとね。仮面の話で盛り上がれる、ね、怪しいしかなんか伝わってないけど、そうじゃなくてこのね、なんだろう、明るい明るい、なんだろうな、明るい画面、番組せっかくいい番組みんなぶっ通してるところあるんですよ。そうですよね。ちなみにこれいくらぐらいするの？おいくらするんですか、この仮面は。その値段さっきもね話題になったんですけど、いくらかって、これいくらでしょう。このフルフェイス、フルフェイス、あのちょっと解説させていただきますけど、仮面の職人さんが全部一個一個手作りで作ってペイントしてます。この辺りベルベットです。鈴もなります。加工してますよね、倒れられないように。これで16,000円です。16,000円、はい、みんなの反応が、そうですよね、思ったよりお安いですよね。私もっとすると思ってました。まあでも飾りにする方もいますし、ね、います、います、ね、あのちょっと変わった趣味の人だと寝室で飾ったりいいですね。ここら辺とかで、そうです、あの鹿の首代わりみたいな、ね、置いてあるのね。あと半分ぐらいだと、あ、鼻から上、鼻から上、そうですね、やりずにそういうエリアがある。エコさん、エコさん、鼻から上のマスクもあるんですけど、やってないと思いますね。今度でも企画した方がいいかもしれないですね。いやね、あのね、ブラジルがあるもんですか、ブラジル人のあれが。だからサンバカーニバルとかやるんですよ。そうなんですか。すごい本格的にやる、どうしてもあのいますもんね、ブラジルの方が。ヌルヌルサンバやるよ。水産加工とかね。ヌルヌルサンバやるよって言ってます。ブラジルの方も多いですね。日系の方ですね。日系も多いですね。ほとんどわかんないですよ、あの喋んないと。杉山さん。杉山さん、はい、杉山さん、あ、やっと聞こえた。やっと聞こえた。あれ、ヌルヌルサンバ。ん？ヌルヌルサンバやるよ。ヌルヌルサンバって何やるんですかね。あの、ヌルヌルじゃん、ヌルヌルサンバで、大相撲ですよ。ヌルヌル大相撲。ヌルヌル大相撲っていうのをそこのブラジル練習で。あの企画をして、はいはいはい、これであのローションをこう引き詰めたところで、これでコスプレしながら相撲やって、え、今年はいつなんですか。いや、男同士で、女の人もみんな入ってましたよ。やると思うよ、その夏ですよね、みんなヌルヌルになってましたけど、海外旅行当たるよ。本当ですか。確か韓国、ね、いいですね。そうですか、まあいろいろ焼津もね、商品券、元気に焼津を3万円ぐらいです。頑張ってみて、またぜひ焼津に皆さん来る機会がありました。マジ。あと沼津の PR していいですか。ヌルヌルは水着ですか。あのすいません、沼津の PR もしていいですか。ヌルヒーヨーな服だったら別に何でもいいんですけど、あ、東京じゃないんですけど、沼津です。下も水着。沼津、え、沼津の PR していいですか。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。私がね、実は三島に住んでるんですよ、実は。で、沼津の町おこしも結構関わりがあって、沼津の港は焼津もね、港だから、まあ、お隣みたいなもんなんで、沼津の港で飲食店をそのバルですね、いわゆる沼津港バルって分かります？食べ歩き飲み歩きのイベント、まあ、静岡もやってますよね、うん、で沼津もやってまして、沼津港の町バルっていうのは、食べ歩き飲み歩きのイベントで5月の27日にやってます。5月27日土曜日で3,500円で、前売りチケット3,500円で5店舗回れますから、でこれ毎年毎年年に1回やるんですが、大変好評で4000人から5000人ぐらいお越しいただきますので、すごい、実は大変なイベントで、ジャズ面も結構一流のジャズ面呼んでますから、ジャズがタダで聴けるんですよ。だからすごくお得なんで、もしよろしかったらおいでください。
あの実行委員長は私ですから。なんで実行委員長やってるのか不思議ですけど、はい。え、ジャズの演奏はそのストリートでやってるんですか？ね、沼津の港、ちょっと一回でも訪れた方は分かると思うんですけど、新鮮館って言ってね、うん、お土産物屋の、ね、入り口が、ね、ちょっとしたスペースなんですよ。でそこのスペースにジャズ面をいつも来させてます。で結構東京からそれなりに名のあるジャズ面呼んでますんで、もうジャズはもう本当にジャズ好きはもうよく分かりますけど、もう超一流です。そうなんですね。え、それは普通に入って出入り自由なんできないですよ。もう出入りっていうか、もうそこはもう自由にもう誰でも歩ける場所ですから、ただでそういう意味では聞けるんですよ。そうなんです、ね、だから非常に、まあ、ただもう最近はもう9回目になるんですけど、最近はジャズ好きはもうこのバルに、この沼津港のマジバルに来るといいジャズが聴けるっていうのを皆さんよくご存じでますから、だから結構お客さんもそこに固定的にいたりします。すいません、僕ロックバンドです。あ、ロックバンドですか。ぜひいらしてください。ロックの方もそれぞれ沼津町全体にですね、いろんなところにステージがあるんで、その日はだからロックの方も結構いらっしゃいます。うん、だからもしよろしかったら私たち実行委員会にもしよろしかったらお問い合わせいただけると、いろんなミュージシャンがみんな来てますから、その日はね、だから面白いお客さんが捕まえられるかもしれません。なるほど。それってなんか参加型みたいな感じなんですか？そういうわけじゃないですね。それぞれのステージはね、参加型の方もいますし、我々が当然お金を払って来ていただく、招聘するミュージシャンもいらっしゃいますし、いろんな方がいらっしゃいます。で、そうですね、その日はもう朝からずっと、朝10時から夕方の夜の9時までやってますから、それぞれステージごとに、なんていうかな、スケジュールが組まれてますので、で、出たい人はどん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 応募されて、そして音楽担当のプロデューサーの担当者もいますから、その人が、スケジューリングしてくれます。それ5月27日土曜日です。土曜日、沼津に、はい、ぜひいらしてください。はい、皆さん、ジャズ聞きたい方はすごい必見だそうです。ジャズと、あと沼津の港は焼津もそうでしょうけど、海のものが、ね、美味しく食べられますから。はい、すごい。毎週週末沼津の港すごいですもんね、人ね。そうです、毎週末もう渋滞ですよ。本当に沼津港は。で東京からもお客さん見えられますからね。もう結構静岡県内全域から結構お客さん見えられます。で、中には鹿児島ナンバーもありますから。だから日本全国から来ますので、いい PR にはなるかと思います。そうですね。ぜひよろしくお願いします。時間を見つけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ来週月曜日待ってますから。小城さん、はい、ビッグサイトも行くので、ね、はい、ビッグサイトよろしくお願いします。あ、ビッグサイトもね。もういい時間ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた切ります。これもう6時？うん。6時。はい。じゃあ次は。なんだっけ、大ちゃんの番組です。忘れちゃった名前名前忘れちゃった。今宵はレボリューションです。はい、ありがとうございます。今宵はレボリューションです。